はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回はですね、10月の初旬よりベータテスト版がリリースされました遊戯王クロスデュエルについてのお話でございます。今回ですね、この新作タイトル私ガチめにプレイしました。ガチめにプレイしまして、まあ、あのゲーム内でね、あのプラチナランク1っていう、まあ、いわゆるデュエルキングまでなりましたんで、到達しましたんで、もうすごい真面目にプレイしたんですよ。なので忖度なしでこのゲームが一体どんなゲームだったのか、良かった点悪かった点について、お話ししていこうかなと思ってます。まあ、完全にラジオ動画になってますんで、なんかやりながら聞いていただければなと、いうふうに思っておりますが、まずねこのゲームがあのどんなゲームなのかっていうことも、まあ、簡単にねお伝えしていきながら、ぜひこの動画でね、なんかそのこのクロスデュエルっていうものがやってない人にとっても、まあ、どんなゲームなのか大体わかるような感じでね説明していければなと思ってます。では行きましょう。良かった点、まず良かった点なんですが、クロスデュエル時代のゲーム性、これめちゃくちゃ面白いですよ。めちゃくちゃ面白い、あの遊んでみた率直な感想なんですけれども、まあ、カードゲームっていうよりね、あのタワーバトルに近いですね。はい、今までの遊戯王とは完全に別ゲーであると思った方がいいと思います。これ編集の時に多分プレイ動画この後ろに載っけてると思うんで、まあ見ていただければわかると思うんですけども、完全に遊戯王ではありません。もうもはやね、別ゲーとして今までの遊戯王が楽しみたいっていう方向けのゲームではないっていう、まあ、ことだけはご理解いただければと思います。はい、駆け引きがあってゲームとして素晴らしい。あのね、これタワーバトルなんですけど、基本的にはどこにいつモンスターを配置するかとか、あとどのモンスターの効果使うかとか、いろんな駆け引きがこのゲーム中に発生するんですよ。だから通常の、まあ、カードゲーム、普通の遊戯王とかでは味わえないなんかの楽しさ、まあ、正しい楽しさがあるんですよね、このゲーム。そこがいいところです。グラフィックが非常に綺麗、グラフィック非常に綺麗です。もっとポリゴンチックかなとか思ってたんですけども、なんか 3D でモンスターは動くし、キャラクターはなんか VTuber みたいなね、なんか二次三次みたいな、VTuber みたいになってるんですよね。それは素晴らしいです。キャラボイス多くて最高。特になんですけども、まあ、ゆうせいさんの声めちゃくちゃ好きで、俺主人公キャラクター、まあ、10代くんとか遊戯とか、まあ、会話とかもそうなんだけども、大体声入ってるんですよ。なんでキャラボイスは結構多くて、割としかもちゃんとこのために収録してる感じがあったんで、よかったかなと。 BGM が良い。デュエルリンクスとかもそうなんですけどね、遊戯王のゲームっていつもなんか BGM めっちゃ最高なんですよ。どっちかっていうとカードゲームアプリっていうか、BGM アプリ、音楽アプリ、神の音楽アプリって言われてるほどなんで、デュエルリンクスは。なんで、まあ、今回のクロスデュエルもご多分に漏れず BGM は最高でした。動作自体は思っていたより軽くて遊びやすい。もっとね、個人的にはもっともっさりしてるんじゃないかなと思ってたんですけども、まあ、意外と軽かったですね。一つのモンスターでもスキルによって用途が多種多様。これね、今回そのゲーム内にスキルっていう要素があって、モンスターにスキルっていうのを付与していくんですけど、そのスキルによってザコモンスターも大幅に活躍してくれたりとか、あと一つのモンスターがスキルによって別の役割を持たせることができるんですよ。だからそういう戦略を考えるのは結構楽しかったですね。攻守が同価値なのは革命。この今回のクロスデュエルっていうゲームなんですけども、モンスターで攻撃、まあ、していくんですよ、基本的には。数値が減少していくっていうシステムなんですね。だから守備力もなんかその減少していくし、殴ったら攻撃力も殴ったら減少していくっていう、そういうシステムになってるんですけど、守備力が高いこともモンスターの大きな強みになってきたりしてますし、攻撃力が高いだけではあんまり強くなくて、攻撃力と守備力両方とも高いモンスターっていうのが結構強いんですよ、今回のこのクロスデュエルでは。だから、まあ、守備力が軽視されがちな遊戯王において、この守備力っていうのも非常に重要な概念になってくるっていうのが今回のクロスデュエルのいいところですね。コンマイ語があまりない。分かりにくいね、いわゆるコンマイ語と言われている、日本語が読めてもコンマイ語が分からない人はたくさんいると思うんですけど、まあ、僕もそうなんですけども、どっちかっていうとね、そういう分かりにくい、処理などが今のところはなかったかなと思ってますんで、まあ、今のところはですけどね、これから出てくる可能性はありますけども、まあ、今のところは良かったかなと思いました。カード生成機能が素晴らしい。今回ね、まあ、ベータテスト版だからっていうのもあるかも分かんないですけども、カード生成機能ありました。だからジェム集めたりとかして、なんかその適当にカードを向いてさ、でなんか余ったカードでカードを生成できるっていう超当たり前のね機能がありました。デュエルリンクスはちなみにないんですけども、クロスデュエルにはありましたんで、まあ、製品版でもこれは引き継いでくれるんじゃないかなというふうには思ってますね。ということで良かった点は以上でございます。悪かった点、まあ、
具体には改善要求点と言った方がいいかなと思うんですけども、これに関してね、説明していきたい。めちゃくちゃいっぱい出ます。いつも通りね、コナミが作るゲームは大体問題点がたくさん出てきますんで、はい、今回もクロスデュエルもね、めちゃくちゃいっぱい思うことがありましたので、それをちょっと発表していきたいと思います。1試合に時間がかかりすぎる、このねゲームね、めちゃくちゃ長いの。一戦がランクマッチ大体12分から15分くらいかかりますね、スマホゲームなのに。あ、ちなみに横画面でね、プレイするんですけど、ランクマッチと、まあ、対人戦と、あとレイドデュエルっていうのがありました。 CPU 戦なんですけどね、レイドデュエルだともうちょっとかかるの、15分から20分くらいかかるイメージですね。スマホゲームなんですけど、まあ、気軽に空き時間で遊べるゲームじゃないなと思いました。まあ、例えばデュエルリンクスだったらさ、一戦も本当に早いと2分とか、長くてもまあ5分くらいで終わると思うんですけど、要は通勤時間とかで気軽にいけると思うんですけども、このゲームねめちゃくちゃ長いんですよ。しかもなんか目離してらんないんで、長いことは結構デメリットなんじゃないかと思いますね。だから時間的にかなり遊びにくいです。はい、思考の制限時間がガチで短すぎる。刻一刻とね変化する状況に対して、与えられるプレイヤーに対するその与えられる思考時間短すぎるんですよ、このゲーム。めちゃくちゃタイムアウトします。はい、状況整理がすごく大変で、このゲームなんかいろんなところでいろんなことが起こるんで、その最善策っていうのを見つけるのにある程度時間がかかるんですけど、このその最善策を取るための、まあ要は選択肢を考えるための時間がなさすぎるんですよね。これはね、鬼畜ですね。鬼畜と言っていいです。何回も僕タイムアウトしましたし、やりたい動きができないっていうことも死ぬほどありました。まあ、調光ボタンを作るか、まああともうあと12、10秒ぐらいはね、思考時間伸ばしてあげないと、多分ね、このゲームね、正解が導き出せません。短すぎます。一回その、やったのかな、コナミさんは。これ、この時間でいいと思ったのかな。録画見れねえ。これ結構問題で、その、ちょっと前に起こったこと何だったのかっていうのが、録画ないから、確認できないんですよ。このゲーム、さっきから言ってるように、状況が結構刻一刻と変わるんで、意外とその状況整理っていうのが結構大変で、それをまあ常に追っていって、次どんなことが起こるか、次どんな手を打っていくかっていうのが、まあ、考えることが結構重要なんですけども、本当にちょっと目を離したら分かんなくなっちゃうんですよね。だから、なんか録があればある程度見れるんですけど、録ないので、録見れないんで、マジで分かんなくなっちゃうんですよ。これがね、状況判断がすごくしづらくなってる原因なんじゃないかなと思いましたね。モンスターの移動速度、くっそ遅い。これね、もっと移動速度速くていいですね。ちんたら移動してるのめちゃくちゃイラつくんで。テンポが遅すぎて本当にイライラする。これ例えばまあデュエルっていうか、一戦がゲームが終了してるんだけど、なんかほんと最後に意味のないスキル発動とか、意味のない戦闘とかが入るんですよ。これやんなくてよくねって思ってるんですけど、まあそういうのもなんか入るし、あとなんか召喚ムービーも飛ばせないし、テンポがとにかくね遅いですね、このゲームは。それがすっごいイライラするところですね。サレンダー機能がない。負け確定とか、あともうこのゲームもう無理だなっていう時とか、あとデッキ間違えちゃったとか、デッキ選択間違えちゃったとか、まあいろいろあるんですけども、途中離脱ができないんですよ。それがきついですね。途中離脱させてくんない。例えばさ、そのなんか急に人から呼ばれた時とか、そういうのも何、途中離脱してなんかゲーム落としてみたいなことするじゃないですか。これできないんですよね。それがめちゃくちゃきついですね。 UI がクソ。例えばモンスターの対象選択とかがあるんですけど、ボックス式でめちゃくちゃやりづらいんですよね。モンスター自体を選択するっていうか、なんかその変なボックスが出てきて、でそこで選択するんですけど、なんかモンスターが2箇所とかで重なってるともう終わりなんですよ。そこを選択できないんですよね。あとボタンとボタンの間の距離も近すぎるし、なんかそのすごい操作しづらい、ボタン的には。もうちょっとなんかその直感的にモンスターを押したら選択できるとかにした方がいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、盤面が広いからね、結構難しいのかもしれないけど、とにかくね UI がやりづらかったなっていう印象がありましたね。プライズカードの当たり外れが大きい。プライズカードっていうのがあって、ゲームが始まると一番最初に真ん中にね、なんか特別カードみたいなのが1枚だけあって、でそこに一番最初に到達した人はそのプライズカードをゲットできるよっていう、まあそういうルールになってるんですけども、プライズカードね、当たり外れあるんですよね。だからその強いカード、例えばブラックホールとか、聖なるバラミラフォースとかは当たりなんですけど、例えば死者蘇生とか、なんかね、あんま強くないカードが出てきちゃうこともあって、なんかね、先にね、プライズカードが何なのか、
表示しておけば、まあ、それによってプレイングとは結構大きく変わるんじゃないかなと思うんで、あのできればね、ここね、あのね、何非表示じゃなくてね、プライスカードが何なのかっていうのはあの見せた方がいいと思う。そっちの方がプレイングが大きく変わるんで、まあ、プレイングが関与するからっていうことです。プライスカードの中にぶっ壊れカードがある。あのプライスカードっていうのがさっき言ったように、まあ、特別カードとかあるんですけど、例えばミラーフォースとかブラックホールっていうカードがあって、まあ、どう考えてもぶっ壊れてるんですよこのカードたちが。まあ、バランス調整ちょっと見せてないっていう、まあ、そういう話ですね。あの破壊耐性罠が一応ゲーム内にはあって、まあ、それが引けてればギリギリいけるんですけど、それがなかったらマジでミラーフォースとブラックフォール引かれたらもう負けなんですよ。だって絶対もう勝てないもん、それ踏んだら。そのくらいぶっ壊れカードなので、なんかちょっとバランス調整見せてねえかなってちょっと思いましたね。ボットが多すぎ。あの今回はね、まあ、これはベータテストなんで仕方なかった点なんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、めちゃくちゃボット多かったんですよね、ベータテスト。まあベータテストだからっていう気持ちはもちろん分かりますけど、なんかボットが多すぎてクソみたいなプレイングされるんで、展開が読めなすぎて、このゲームって展開読むのすげえ大事なんですよ。ねえ、あのボットがね、なんかね変なプレイングすごいするから、なんかそのなんだろうな、自分の思った通りのゲーム展開になんないんですよね。でしかもなんか最終的にはなんかランク上げてると真面目にやってるの多分僕とかくらいだったんじゃないかなって思うんですけど、このゲームあのボットしかいなくなって、なんかボット狩りしまくってデュエルキングになってるみたいな感じだったんですよ。最終的には虚無でしたね、その辺の作業は。まあ製品版ではこんなことがないようにねしていただきたい。なるべくボットをやめていただきたい。まあ、デュエルリンクスでもそうなんですけどね、ちなみに。はい、というわけで以上でございます。まあ、まとめておくとですね、個人的にはこのゲーム、ゲーム性は面白いんですけど、なんか今までの遊戯王を遊びたい人には向かないと思います、ね。はい。完全に別ゲーと捉えるべきかなと思います。個人的には結構面白かったですけどね。はい。で、あの改善要求点、まあ悪かったですね、悪かった点、改善要求点の改善が見られれば、まあ、製品版でも私は遊ぶかもしれないなと思いますけど、正直言ってですよ、ベータテスト時点ではクソゲーと言わざるを得ません。正直ですね、はい、正直言って。なんで、まあ、しっかりとねこれの改善要求点が改善されるようであれば、まあ、プレイしていこうかなと思ってますんで、皆さんもね、ぜひ参考にしていただければと思います。まあ、今回のねベータテスト、あの抽選方式だったんで当たんなかった人もいるかもしれないんで、まあ、あの一回やってみることをお勧めします。まずは製品版出たらね、はい、で、まあ、自分で合うか合わないか判断していただければなと思いますんで、はい、とりあえず私は個人的な意見をひたすら話させていただきました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。